初めまして初めましてよろしくお願いします <laughs> よろしくお願いします日芸出身でえっと日芸のデザイン学科を卒業してます元自衛官のタレントの飾りと申しますどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いします <laughs> なんかすごい緊張しますね,ね緊張しますねなかなかこうゆっくりお話しする機会ってないのですごいドキドキできたんですけど今日三宅さんにお会いできるのがすごい楽しみで来ました <laughs> <laughs> ありがとうございます私はあの 2009年に音楽学科を日芸の音楽学科を卒業しました。うん、その後、えっ、ー、と平成20あ1年に、うん、1> えっとそのまま自衛隊に海上自衛隊に入りまして、うん、はい東京音楽隊で今活動してます。よろしくお願いします。かっ,かっこいい <laughs> すごいです。ね 今回私この対談で対談の企画が上がった時に三宅さんがいいって思ったのは私があの学生の頃にですね、うん、なんか学校の掲示板に三宅さんのポスターが貼ってあったことがあってこの人自衛官なんだと思って日芸出身で自衛官の方がいらっしゃってでそれですごいなんか強烈に印象に残ったというか。 あ、なんか日芸から自衛官になる方もいらっしゃるんだったら。私でもちょっとなれるかな。と思って、うん、そうですよね、<laughs> <で>多分日芸生から自衛隊に入隊する。っていうのは結構珍しい。あの将来の、選択なのかなというふうに思います。香取、うんはい、さんが、こう、はい、あのデザイン学科からこう。はい、自衛隊に、こう入隊。 しようと思ったなんか,きっかけとか,なんかすごい興味があるというか、うん、なんでデザインやってて <laughs> なんで自衛隊を選んだんだろうっていうのがすごい興味がある、うん、そうですねなんかおそらくなんか確か私が自衛官になった時になんかおそらくデザイン学科で初の自衛官だよってそう、ね、言われたのをちょっと覚えてて。 えーえー、と入隊した理由としてはあの大学生の頃にあに「ガールズパンツァー」っていう戦車が出てくる戦車と女の子が出てくるアニメにはまってでその後にあのに実際に日本にある戦車を見に行きたいなと思ってで陸上自衛隊の駐屯、まあ、地裁で見に行ったことがきっかけですねあとはあの祖父も陸上自衛官だったのでちょっと興味を持、ねはい、ってました。 そうなんです、ね。はい、ちょっと自衛隊にはこう縁があったっていう感じなんですね。もう日芸生になってからちょっと自衛隊に興味を持った形ですね。えー、周りの人びっくりしませんでしたか。結構最初は反対されました、ね。反対されたんですか。<laughs> はい、お友達とかえっと家族とか両親には対戦しました。ねうん、私もなんかあの自衛隊音楽隊のことを知って。うん はなんかちょっと受けてみようと思った時に家族に相談した時は最初はなんか「えどうして自衛隊に?<ー>」っていう反応一緒です。だったんですけどでもなんかこうあの世界であの演奏活動してたりとかあの自衛隊の活動とかをあの知ってもらったらあのもう家族もおじいちゃんもおばあちゃんも「あいいんじゃない」って言ってくれて。 そんなに反対はされなかったかなっていう感じですね。うもう逆に頑張れっていう感じで。う自衛隊に興味を持ったのはその日芸生の時ですか。そうなんです。私あの本当に自衛隊で音楽隊があるっていうのを知らなくて、で知ったきっかけはこの日芸の時にお世話になってたあの声楽の先生にあなたあの自衛隊で今年 ボーカルを募集するわしらしいわよ「えー、あなた受け,受けたらどう?」みたいな、えー、言われて「えーえー、自衛隊ですか先生」と内心思いながら「あでもまあちょっと見学だけはじゃあ行かせていただきます」みたいな感じで行ったのがきっかけでその自衛隊の音楽隊を知ってでそれであいいなとと思って受けることにしましまた <laughs> そもそもなぜ日芸を受験されたのか何か理由を伺ってもいいですか <laughs> 私はあの日芸はあの他の音楽大学とは違って音楽だけじゃなくて他学科音楽だけじゃなくて演劇とか映画とかデザインとかたくさん学科があってその人たちと交流がしたいなって思って音楽大学じゃなくて日芸だと思って受験をしました。 うん、なるほど。もとその中学校とか高校とかでもなんか音楽を勉強されてたて。そうです。もうはい。あの高校の時もあの歌をあの勉強してたんですけど。うん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 。そうなんですね。じゃあもう引き続き高校からさらに大学でも音楽学びたいと思そ。そうですそうです。そうなんですね。カザリさんはどうしてそう。そうですね。私も。 若干ちょっと三宅さんの,あの理由にもかぶるんですけどやっぱりデザインだけじゃなくて他の学科があるっていうのがすごい魅力だなと思っててで実際私もあの音楽学科の授業も受けに行きましたしなんかデザインだけじゃない他のいろいろな学科の授業を受けられていろんな学生と知り合えるっていうのはすごい楽しくて交流の場がたくさんできるっていうのがすごい楽しいなと思ってて。 で実際にこうやってこの卒業してからもその日芸の縁をいただいて今こうやって三宅さんとお話できてるのでそれがねすごい魅力だなと思ってますね。なんか卒業してからもなんか仕事とかで結構日芸生合いますよ、ね、<laughs> 合いますね特にあの映画とかテレビラジオの仕事だと現場に必ず1人は日芸生いるのがすごい。 楽しいですね私,私も本当同じででなんかちょっと困ったことがあったりしたら、うん、なんかこう例えばあのパフォーマンスで着物を着なきゃいけなかった時に<ー>ちょっと教わりたいなって思った時にあの舞踊コースの友達だったりとかにちょっと着付け教えてくれないとか所、うん、作教えてくれないとかって言って頼めたりとか、うん、あのプロフィールの写真とかもちょっと撮ってくれないみたいな。<ー> <laughs> 分かります頼んだりとかお <laughs> 友達の友達に頼りっきりで結構ですね <laughs> 同じく私もなんかできた作品とか写真学科の学生に撮ってもらったりとかしてましたね三宅さんはその学生時代ってどんな学生だったんですか、えー、どんな学生ですかねあの隠れてて空手をやってました <laughs> あの私があのお世話になってた歌の先生がとっても本当に厳しい先生で、うん、であの先生にはばれないように隠れて空手道を始めました大学から始めて大学からましたえ。隠れてっていうのはなんかそんな空手とかしちゃダメだめだよっていう感じの先生だったので <laughs> でもまあ卒業した後にばれてしまったんですけど。<laughs> 空手を始めようとと思った理由か空手も本当はあのミュージカル研究会があると思うんですけど、はい、入学してミュージカル研究会に入ろうかなと思ってたんですけど、うん、あの全部部活を見学しに行って1年生の時に。うん、でその時になんか初めてなんだろう自分がやったことないジャンルなんかを習得したいなっていう気持ちになって。うんうん 私が高校生の時はダンス部だったんですよなんかミュージカル研究会だったら、まあ、私ミュージカル俳優になるのが夢だったのでうん、うん、なのでまあなんだろう想定通りな道なんですけど、うん、なんかそうじゃなくてなんか自分にない新しいものを習得したいなと思ってうん、うん、あの他の部活も見た時にあ空手武道ってやったことないなって思って。うんうん、でなんか こうかっこいいなとも思ったんですよね、うん、その肩を空手の肩を見た時にああなんかすごいかっこいいな凛々しいなと思って、うん、私もこれできるようになりたいと思ってうん、うん、で入部しましたねなんかかっこいい女性っていうか強い女性っていうのか、うん、なんかそういうのが昔から憧れであって、うん、でそれで、うん、これだと思って私は 空手部に入りましたなんか自衛隊に入ってからもなんだろうなんか生かされてるというかうん,なんか自衛隊も結構ピシッとして、ね、あのねしょさがすごく大事にされてると思うんですけど、うん、なんかそれがなんか空手やってたからなんかちょっと生かされてる部分もあるかなっていうふうに思います。てきる私自衛官に並べてからか空手 なんかされてたのかなって思ってたので、<laughs> <だ>まさか日芸の部活で入られてたとはびっくりです。そうだったんですね。多分空手部に入ってなかったら自衛隊の道もちょっと躊躇してたかもしれないですね。確かに。かざさんはどんな、うん、なんか大学生だったんですか？えっと学生の頃はああでもどっちかっていうとおとなしくて黙々と自分の作品を作ってる。 タイプだったと思いますただまあ昔からちょっとオタクだったので、うん、<laughs> そのアニメずっと見てたりとか漫画もすごい好きでしたし、うん、であとはコスプレがすごい好きだったので、うん、その自衛官になる前からちょっとコスプレをしてて、うん、でちょっとそのネットにアップした写真が、うん、その当時はなかったんですけどバ,バズるみたいなことがあって、うん、大学生の時。そ、うん、そうなんでですよ、うん、それちちょこちょここ なんか学生だったんですけどお仕事もらったりとか、ね、そん学生の周りの学生はそういうコプスプレのお友達、うんうん、同じような仲間みたいなのはお友達はいたんです。あ、何人かはいたんですけど一緒にコスプレするってことはあんまりなかったですね。なので、なんだろう、オタクしてた、オタカツしてましたね。うん。うん、でもなんかコスプレして写真とか撮れ,れるようになって でまあ、ちょっとずつこう有名じゃないですけどなんか名前が知られていった時にあなんか人前に出る活動って面白いなと思って、うん、で私自衛官というか自衛隊入隊する時もあの将来は自衛隊で広報がやりたたいってて面接でで伝えて入隊したんですよ、うんはい、なのでデザインも勉強してたしなんかこういろいろ広報することも勉強してたので。うん で、そういうふうに伝えました。<ー> <laughs> はい、大学生の時はでも、人前に出ることはそんなに得意ではなかったけども。も、うん、そうですね。ちょっとずつ、ずつ最初はもう全然、みんなの前でプレゼンするのも嫌だったぐらいでしたね。は,<ぁ>はい、なので、なんやかんやで、こう、自衛隊に入隊して、まあ。ちょっと私、病気で自衛隊辞めてしまってるんですけど、その後に、こう。 辞めた後も広報の仕事させてもらえるっていうのはすごいありがたいですね。うん、三宅さん音楽学科っていうことで音楽学科で声楽を学ばれてたんですね。そうです。ですおじゃあ、うん、このお部屋とかは使ったことあるんですか。そう,すそうなんです。すごい懐かしいなと思って、えー、<laughs> ここであの私あのオペラの授業をしてました。そうだったんですね。でもなんか変わらない？変わったような変わってない。<laughs> 綺麗になったような気がします。<laughs> えー、あ、でも、変わってないのかな。変わってないかもしれないです。はあ、じゃ、あ三宅さんがいらっしゃった時から、ここの建物ってあったんです、はい。そうです。あ、こ,うこっちに先生が。指揮者と先生がいて、で、演者はこっちで。いて、こう。い歌いながら。やってました、はいはあ。懐かしいです。すごく懐かしいです。授業ってどんな。 ことをするんですかこ,こでは本当オペラの練習とあとミュージカルも一緒にやってて他の教室とかも使ったりしますかそうです。ここの隣にある部屋で練習室ちっちゃな練習室があってピアノがある部屋があって。うん そこであの練習をして個人練習をしてでここではあのみんなでやる練習をやってました。えー、であそこ鏡が全身見れる鏡があって、えー、懐かしいです、えー、すごい先生に、えー、<laughs> 怒られたなっていうのもやっぱりもう, <laughs> もう本当にもう、ね、いっぱい練習して、ね、こうレッスンに挑んでも先生にはこういっぱい 厳しいお言葉をいただいてましたね。うん、でもそれがあったおかげで、今本当にこうやってお歌の仕事がつけてるので感謝ですけどね。小堺さんはそのデザインデザイン学科ってなんかこう？他にも科がんがさ、うん、なんかあるんですか？あそ,うね、そうですね。えっと私が学生だった。当時はそのグラフィックデザインっていう。 あのポスターとか書籍のデザインしたりとかあの平面的なデザインをする蚊にいたんですけど今確かちょっと統合されて別の課がでできたみたみいですねなのでずっと私はポスター作ったりとか絵描いたりとかしててあの卒業制作でも延々とずっと 15メートルぐらいの絵を15メートル <laughs> ずっ,っ <laughs> 15メートルーはい作ってました。ずっとこう没頭しながらこう,そうです、ね、描き続ける。はい、なのであの他の学科の学生さんたちと交流するのはすごい好きだったんですけど、物を作るときはもう没頭して作りたいタイプで,したで気づいたら夜だったみたいな。あ本当にそんな感じです。<ー>はいご飯食べるのも。うん そうですねるからいいずっと書いてました、ね、なんかうんデザイン学科の先生たちもなんか一人一人個性的な先生がすごい多かったと思うので、うん、なんかなんだろうその一人一人の先生から意見を聞くのがすごい楽しかったというかこう大学でデザイン学科入ってああこういう考え方の人ってこんなにいっぱいいるんだっていうのを。うん んかその作品自分が作った作品を何、うん、だろうプレゼンっていうか説明できなきゃいけないとかあるんですよあありますね。なんかその昔デザイン学科の授業を受けてた時に思ったのは結構その自分のプレゼン力をこう高めるじゃないですけどすごいプレゼンを大事にしてた授業が多かったなっていう感じですね。うんうんうん どはいであの素材はなんでこの素材を選んでとかでん,なんかそれをすごくこう説明するせ説明というか言語化しないといけない授業が多かったのでん,なんかそれって今の活動にすごく役立ってるなと思ってて今私自分でセルフプロデュースしてまあタレント活動やったり YouTube やったりとかーあのアーティストやったりとかいろいろやってるんですけどなんかそれが そのデザイン学科の時に受けた授業でめちゃめちゃ培われてるなと思いました。とかざりさんはその自分の、ま、デザインしたもの、うん、作り上げたものがなんだ人にこう届いたなとか,なんか伝わったなみたいな、うん、そういうなんか経験っていうか。うん あるんですかね。で、うん、そう、あるんですか、ね。そうですね。こう、今なんか感覚として、まあ自分のなんか飾りっていう、その、それ自身を自分でデザインしているイメージなんですよね。なんか活動自体がもう自分のデザインというか、もともとやっぱりセルフプロデュースするのも好きでしたし、なんかその自分の活動を見て、まあこうやってあのお仕事させてもらったりとか。 あと、まあ、自分の作品も作ってそれを古典で出した時にすごくお客さんとかが感動してなんかいろいろ感想を送ってもらった時とかはこちらもすごく嬉しいですしなんかこう <laughs> 言い方があれですけどなんか自分の人生自体もデザインして生きてるのかなっていうふうに感じますうんうん、うん、そうですよね。飾りさんがここれまで出会った好きなももののとかうん、うん、そういうものをこういを なんか自分で例えば身にまとってとか、うん、そ,それを発信することによって、うん、それがいいね素敵だねって思った人たちがこうまた集まってくれて、うん、そこでこう交流ができたりして言言、うん、言いたいいいたたたここととを全全部部ってくれ私 <laughs> 誰とも被らないというか、うん、そのちゃんと飾り,飾りですっていうそのちゃんと作品があるというか。うんうん そのそこにちゃんと個性があるのが、うん、素敵だなって思います。うんうん、私のそのまあ印象に残ってる授業というかもうレッスンが、うん、私の先生本当に厳しくて有名な先生で <laughs> まあなんだろう柔らかく言うと、まあ、レッスン室に行って。 なんか歌い始める前にもその伴奏とか、うん、その立ち姿とかその手前でもうダメ「駄みたいな <laughs> <ー>もう「見ない」みたいな「<laughs> ダメです」「やり直し」みたいなのとかもあったりしてし、まあ、とにかく厳しい先生で、うんまあ、発声も。 あなたちょっともうあちょっと<笑><笑>まあすごく厳しい先生でしたね<ー>なのででもその厳しさのおかげで、うん、なんか自衛隊の訓練はなんかなんだろう厳しかったんですけどその先生の訓練じゃなくてレッスンに比べたら <laughs> なんかそんなに厳なんだろう乗り越えられたかなっていうレッスンの方が本当厳しくて。 っていう思い出がちょっと <laughs> その先生に褒められることとかってあるんですか。あ,あ、そうなんで、あの先生はレッスンでは全然褒めてくれない先生で、とにかく厳しくてずっと厳しく指導され続けてたんですけど、うん、あの先生は本番では私がちょっとミスっても。 絶対怒らなかったんですよね<ー>本番演奏会が終わったあとだけは「はあやってしまった先生に怒られるかも」って思って「先生あの今日の発表会どうでしたか?」ってこう好評を受けに行った時に「<ー>絶対怒られる」って思ってても「あもう全然もう次に行きなななさい<ー>もうあなたまだまだだだこれからなんだかららん頑張りなさい!」みたいな感じで。 こう励ましてくれるすごいたくましい先生で、えー、私はその先生に何かこうなんだろう失敗しても続けることが大事なんだっていうのを先生に一番学んだかなって思っててで先生の口癖であのみんなね自分の限界自分で決めて勝手にやめていくのよっていう。うんうんうん ってたのがすごい寂しそうに聞こえた先生の言葉がすごい印象的で、うん、そっかって自分で限界決めちゃいけないんだなっていうのは今でもずっと思っててでなんかやっぱり自衛隊続けててすごい辛いこととかもいっぱいあるけど、うん、でもその先生の言葉がこう勝手にやめちゃダメっていう、うん、そうだ今自分で決めて今やめたらダメだって。 って思って続けてきているかなっていうのは思ってて、うん、その先生の言葉は本当に今でも大切な言葉でですねそれを私がこうずっと頑張れてこれてる、うん、理由かなと思いますねもう15年になりますけど、うん、その言葉は本当に自分の心が折れそうになった時にすごいよく思い出す言葉ですねうん、うん、本当にやっぱり大学の先生の あの出会いもすごく大切私にとってすごく大切だし自衛隊で出会ったいろんな人たちはすごい私のててて見本だななっていうふうに思っ思ますねんか好きな人とか何だろう真似,真似しながら私生きてます何か、えー、こういう人になりたいとか。えー あこの人素敵だなって思う人の真似をしてあの人だったらこういうこと言うかな、うん、こういう行動をとるかなこういうふうにしたら話しかけやすいかなとか、うん、あの人ですごくフレンドリーで話しかけやすいからあの人の真似してみようとかしながらこう自衛隊の、まあ、三宅ゆかりというか私も人見知りで。<laughs> <laughs> <laughs> 私も実は人見知りで、うん、うんだけど広報、まあ、している以上なんか人見知りでではいいいられななところもあるじゃないですかやっぱりこうその広報としての役割を果たせるように自分を見せていかなきゃいけないなっていうのもありますしまあある意味 自衛隊自衛官三宅ゆかりっていうのを演じてる部分はあるかもしれないですねデザイン学科の時の,その印象に残ってる授業とかってそうですねえっと印象に残ってる授業というか印象に残ってる先生なんですけど私もあの三宅さんと同じで、はい、結構厳しい先生の元のゼミだったんですよ。<へー> <laughs> でその先生は あのー、割とこうストレートにものを言う方だったのでんまあど自分がどんな作品を作っていってもあれはダメ、これは駄目ここ直しなさいっていう,うタイプだったのでそこはちょっと三宅さんの先生と似てるかれた。 100あったら1個褒めるか褒めない、はい、<laughs> かなり厳しいですね。はい、で<ー>最終的に卒業制作もちょっとあんまり褒められなかったんですけど、えー、<laughs> 厳しい <laughs> 厳しい先生だったんですけどどんんなお言葉でもなんか基本的にすごい厳しかったんですけどその結構心に残ってる言葉があって、うん、なんかその先生に「卒業制作だったかゼミに入る前の授業でなんか」 作作品を作ったんですよでその作品を作った時に正直その時は自分で何を作ったらいいかあんまり分かんなくてうん、うん、まあこんなもんでいいかというかまあ誰からも多分文句言われないような感じのものを作って店に行ったらなんか「えこれはあなたが好きで作った作品なの?」って言われてえっと思って。 バレてる, <laughs> バレてる、ね、なんかその作品を作った時に「いやいやあなたもっとなんか表現したいものあるでしょ他に」って言われてもっとあなたが本当に好きで本当に作りたいものを持ってこいって言ってたんですよ。あバレてるた確かにと思ってなんかそれまで私デザインって誰かのためにしてあげるもので自分のためじゃなくてなんか依頼されたことをその通りにつければいいと思ってたし授業も まあその先生たちが求めてるものをある程度作って出せばいいって思ってたのでその先生の言葉を聞いた時めっちゃびっくりしてえ自分の好きなもの作っていいんだと思ってでもただし自分の好きを貫くんだったらそれはきちんと他人にも説明できるように他人が納得できるように文章も揃えて持ってきなさいって言われて確かにどうって。なんか相手に求められたもののをその時 想像して特に作りたいわけじゃないかったけどかきっとこれだったら先生納得するかなと思って思ってったらもう全然違ってて,て、ね、いやいや自分の好きなものを作りなさい表現しきれてないよって、うん、<laughs> 言ってたのがすごい印象的でなんかその時の言葉は今の自分の活動にもつながってるかなと思って。自自分分をししっっかり表現てていく基本的に今のの活動って自分の 好きなこととだだけはさせてていいただいてると思うのでなんかそれはその大学の頃の授業にその先生から言ってもらった言葉から作られている自分の意思かなっていうふうには感じますねやっぱり大学生の時に言われた言葉ってすごいもう一生残るんだなと思ってすごく影響を受けましたね。ねまただろうまた日芸通いいいっていつも <laughs> <laughs> 重いなんかえー、また音楽ですかまあどうだろう,う,う,だろうえー、そうかそこ選べますもんね <laughs> 今後そうですねんなんか何をやりたいとかじゃないんですけど、うん、まあ私の生き方として、まあ、強くて優しい人になりたいっていうのが目標であの。 何事も諦めない強さと、人に対する優しさを忘れないように。あの心がけていきたいなって、思ってます。あとは、なんか好きな言葉があって。なんか置かれた場所で咲きなさいっていう。言葉が好きなんですけど、なんか最近、なんかその。ちょっとまた違って、なんかその置かれた。場所に咲いてる、花に。 こう水だったり光だったりうん、うん、そういうものが与えられるような人うん、うん、その花がしっかり咲けるように何か何かしてあげれるような人になりたいなって思ってます。でそれがこういろんな人にこう広がっていったらいいなって思いながら、うん、これからも頑張りたいと思ってます。うん <laughs> <laughs> もうすでにかなり体現してる気はしますけど <laughs> ってなんか最近思うんですよね、うんうん、いやすごい素敵ですもうめちゃめちゃ応援しますなんかその置かれた場所に先なさいっていうのは、うん、今まで自分がそのどんな場所でも、うん、その場所で避けるように自分は努力しなきゃいけないっていうふうに思って生きてきたんですよ、うん、でもなんかここからはこう15年経ったここからは もう一歩進んで自分だけじゃなくてその隣に咲いてる花とか、うん、そこにこう光だったり水だったりなんかあげれるぐらいの人になれたらいいなと思ってます, <laughs> す,す私はもう自分のことで精一杯なので <laughs>、えー、そうやってこう周りに,周りにこう気を配れるというか周りのことも優しく見守るよ三宅さんはす,すごいです。いいいやいやいや 長くもだ <laughs> から<あ>す,すごいもう今すごくキラキラ輝いててあいやいやこれからもう。そうですね今後何したいかな去年ちょうど初めて自分の作品を出した個展をしたので <laughs> まあ今後もあの元自衛官のタレントというか元自衛官の現代アーティストとしてなんか作品をたくさん作っていけたらいいなっていうふうに思ってますし。 これからも私は多分好きなことを続けていくと思うのでその時その時で自分の興味を持ったこととか好きなことを貫いてでそれを見た人が少しでもこう楽しんでくれたりとか喜んでもらえたりしたらいいかなっていうふうに思ってます自衛隊の、まあ、自衛隊も今でも好きなので広報もできたらいいかなって思ってます。<laughs> お願いします。<laughs> <laughs> とんでもないです。頑張りまし、はい、<laughs> お互い頑張りましょう。<laughs> はい、頑張りましょう。<laughs> 今日ありがとうございました <laughs>。ありがとうございました。<laughs> 楽しかった。<laughs>